ピセラ TV。 もうすでに来る。本当だ。ノブです。ピセです。ピッピッ。いや、ちょっと隣のお客さんがいる。気づかった。声取れてるかな。取れてると思います。顔がもうすでに、もう山今年4回目かな。で黒くなってます。私も結構外なんで今仕事。あ、そっか。結構焼けてきてて。あ、じゃあこの加減かな。加減だね、多分ね。ライトがちょっと入っちゃってるねっていうね。本当だ。こうか。はい。で、はい、今回は、ちょっとお互いのメンテナンスしましょうと。そう、リアルメンテナンスを。ちょっと富士山もあるので、ちょっとどっちかというか歌詞をやってもらいたい感じかな、俺は。はい、わかりました。どっちか下、膝下みたいな、足首みたいな、足裏みたいな、まあ、ドライで全然いいので、できてるよ、やってほしいところ。ちょっとやりながら考えて。私もでも足かな。富士山前にちょっとメンテナンスした方がいいかもしれない。そうです、太ももが太くて何の話ね。細くしてくださいよ。わかりました。わかりました。じゃあ臀部からですね。臀部、太もも。はい。じゃあ行きましょう。はい。レッツゴー。黒好きだ。黒。行ってみよう。はい。じゃあ足ですね。足、一番足が疲れが出やすいのってどういう感じですか？最近ね、足首が本当に典型的に足首そう、なんかだから人体なのかね。まあ、お疲れっていうのかもしれないし、とにかく足が疲れる、首が疲れる。この前なんかね、足、まあ、骨飛び出してきたんじゃないぐらい足痛くなって。それはきつい。多分ね、なんだろうな、あの辺なんだよな、舟状骨。ちょっとマニアックなところでね、なんか胸骨とかさ、小骨とかわかるけど、そのもっとちょい手前ぐらいなんだよね。腰でも結構大丈夫ですね。あ、前よりよね。前だってこのぐらいをしたらギャーって。多分そうだよね。体重も落ちてきてるし、筋力も増えてきてるんで、多分楽になってくるんだね。あとは骨盤底筋じゃないですかね。スクワットで。スクワットで。シコワットだっけ。シコワット。右左でどっちが痛くなるとかありますか？痛くなったのは左。結構その足首であれば仰向けの方がやりやすいですよね。じゃあ仰向けしましょうか。このところいい感じでちょっと張りが、張って、すごいいい感じ。仰向けやりましょう。そうなんだよね。前傾、骨筋とかさ、足首とか。ネクスト。直接の方が分かりやすいんだね。まあ、優先のところから、で手を逆さにしてこうやると、まあ、肘ロックかかるから、結構力入れますよね。なるほど。うん、なるほど。まあ、結構強めに入ってます。そうですよね。まあ、やっぱ今30分で施術するっていうのを繰り返してるんで。30分ぐらい多いんだ。30分しかできない。ホームマッサージの方ね。そうそう、そうすると30分っていうと何回も押せないんだよね。だから割とこう一発でギリギリまでやられると。足裏に関してはでもかなり人によりますね。すごい痛がる方もいるし。そっか。なんかやっぱ指回すのっていいんですよね。痛い？いや、全然痛くないけど、お年寄りの人ってその指も硬いのかな。なんか硬くなっちゃってるし、やっぱり状態が悪くなっていく人は硬い。結構こうやった時に、中足が動かない。動かないんだ。私は多分動いてる、ね。動いてる。で、動かす時に、くるぶしの下のところ。そこを欲しがってるところよ、俺が。ここを止めながら、
こう例えばちょっと今外側寄りに小指寄りのところに親指を止めつつ回してで反対も回すでしょ、はいはい、今あのミッキーが触ってる親指じゃない人差し指の方側が痛くなる、うんうん、で今度は反対側のところにこう親指側の方に大きく動かしながら小指で、ね、クラックしたね、うんで反対に回してみる。でちょっとこれ今この持ってた幅からちょっと狭くして、うん、くるぶしの下じゃなくて今度くるぶしの斜め前というかのところに止めてで反対に回す。そんで今度真ん中、真ん中親指で。でこれ硬いですよね。これはもうあのこう背屈して。やったら今度はくるぶしの上のとこ止めて微妙に動くんで、で結構開いちゃってるところとかが足の痛みの原因になるから締めてる。締めることで湾曲ができる、ね、うん、そうですね、うん、映りにもよるけど私の腕の筋肉が筋すぎて気持ち悪いモリモリそうで、まあ、中指のところでストレッチかけて今度は親指に変えてストレッチ、うん、後ろでハピオ君が見守ってる髪をストレッチで指もストレッチ指だけで来ましたこれ手軽でいいですよ対処式になりそう本当は両膝でやるんですよ、はいはい、うん、両膝でやる本当はお休みなんかね今日疲れたなと思ったら両膝でこうやってやれば楽じゃんお休みできるじゃん私この時ふくらはぎもほぐれてるし、前傾も変わってる。そう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 。なるほど。で、立てるでしょ。まあ、単純にこう揉んだりとか、うん、できるとは思うんだけど、あ、私でも結構最近膝は痛くないやり方で、裏のとこ4指でこうほぐして、はい4指でまずこう裏ほぐします。ちょっと太もものこのね、半径半膜とか、うん、なんか腱がワイヤーみたいになってるところとか見つけたりとかもここでできるし、はいはい、やりつつちょっとちょいほぐしでさする。触ってほしいところだよね、それね。うん、まあ、膝の上あたりね。で、裂撃のところら辺に親指かけて。何撃？裂撃。あの骨の関節のでそこにこう隙間作ってあげてやれば、はい、コリコリちょっとコリコリ言うねこれでいいねでやったら親指でもやるんだけど、うん、そしたら手根に変えて手のひらでやって、はい、ももも揉んでいくちょっとずらしながらこれ膝痛い人とかいいかもねえ、うん、だからこうちょっとこうまんべんなく揉んで、うん、さするってやついいよねいいね、うんこの時させる時にももとかはここの上前腸骨曲とかまで行くイメージ、うん、中だとねちょっと難しいかもしれないけど、うん、ここだったらね行っても問題ない、はい、で立てていったらもものところそうしたらいい、うん、なんか四頭筋とかだったら肘でガッといけそうな感じするんだけどつかんでゴリッとここ硬い、腰痛の人でここ硬いよねほぐしすぎてもどうかなとは思うんだけど、うん、なんかちょっと適度にほぐしてあげた方が曲げるとやっぱほぐしやすいよね曲げるとほぐしやすい、うんまあ、ちょっと収縮するから緩むんでね、うん、少し、うんうん、そしたら揉みやすいでやっぱ出すってあげるで、はいはい座骨のところはいはいThank you.
足が疲れる人って結局股関節詰まってるじゃないですか、ね、だから母趾圧で股関節を押しながら揺する、うん、揺するバージョン、平成股関節もね、やつ前やったりしてたけど、うん、こっちでそして左で、で押す、内側って硬くなるよね、収縮する、うん、でストレッチ、うん、曲げたままストレッチ、かなり単純にこうやった部分も多いけど、今どうですか？変わってるよね、多分ね、左は全然軽いよね、右はおかしくない。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。お願いします。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。